機密情報を受け取ってくれ。まず調査員の外見を端末で確認。海兵隊員の中から見つけ出し、その調査員からカセットテープを入手するんだ。ただしそいつは俺たち側の人間じゃない。気を許すな。それからボス、ターゲットと接触する合図に基地西側の見張り台が使えるらしい。見張り台に登ってサーチライトを点灯するんだ。それを見たら調査員の方から近づいてくるそうだ。ターゲットを見つけたら近づいて拘束してくれ。それが接触の合図になる。写真を端末で確認しておいてくれ。メニュータブからミッションイーフォを選ぶんだ。
集するんだ。すまない。機密情報が入ってる。吐け。テープを奪われた。スキンヘッドの変した。吐け。許してくれ。家族がいる。人質に取られてるんだ。テープを奪った兵士、探してみるか。は？大丈夫か？要請を受領した。すぐ向かわせる。
ス、兵士から回収したテープを解析した。中身はブラックサイト設立計画の全貌。クライアントが求めていた情報はこれだ。やはり本国に提出された稟議書は嘘の塊だった。増えるはずだった難民キャンプは尋問施設に姿を変え、拷問のプロも大量に採用、輸送機まで購入している。捕虜だけでなく、自分たちが怪しいと思った人間を世界中から拉致してくるつもりだ。適正戦闘員という名目で。これは国家の枠組みを超えた計画だ。だがこんなものがサイファーの目指す国境なき統治世界なのか。